吉野さん、私たちは今ある手元のカードで今手元にないカードを引き寄せるまあこういうことが繰り返されているのかなと思いますよねまあ不思議なことなんですけども今手にしているものって以前はなかったわけなんですよでそれはどうやって手に入れなかったかっていうとその時点で持っているもので勝負してそしてですね一定の結果が出た時に 新しいカードを引く権利が与えられてそのカードでまたね勝負ができるっていうところの繰り返しかなと思うんですよ、まあ、ですんで貧乏な家に生まれちゃったっていうことで親ガチャだとか言ってね諦めてしまえばネクストカードを引く権利が与えられませんのでずーっとその同じ手元のカードでやるしかないんですよねでも一旦このカードで勝負にならないよっていうふうに思い込んじゃうとそのままなんですよまさに このままではこのままなんですよね。けどどこかでずっと抱えていたそのしょぼい豚のカード。そのカードですら、んもしかしたらこのカードきちんと使えば勝てる組み合わせがあるかもしれないなってことでね。こう考えてみるんですよね。まあ、例えば本当に豚のカード。ね。カードで言うとエースもないし、ジョーカーもない。2があって、 5があって8があってそして10があって11があるこんなカードバラバラであると思います何の組み合わせもないですよねしかもフラッシュでもなくて絵柄もバラバラですじゃあその時にこの5枚のカードでポーカー勝負しようと思ったらまあハッタリぐらいしか勝てないわけですよでもハッタリする度胸もないどうすりゃいいんやってことになると私はこう思うんですよポーカーでは勝てないけれどもじゃあね インディアンポーカーにしたらどうかってことなんですよ。しかも、この5枚のカードの中からどれを出すかを選べるインディアンポーカーです。当然、手元にある5枚のカードのうち一番大きい、11、ジャックを出しますよね。ジャックを出せば、大抵勝てるっていう風に、急に体勢が変わるんですよ。いや、それがね、例えば8でも10でもいいと思いますよ。なるべく大きなカードを出すことによって、そして今度は、 自分よりも小さなカードを見つけていくんですよ。そうすると、その勝負では勝てるじゃないですか。で、勝ったんで、じゃあ、新しいカードをこのパックの中から1枚引いていいですよ、っつって、引く権利が与える。次のカードはもしかしたら、3かもしれないし、5かもしれないし、キングかもしれませんよね。で、そうやって可能性っていうのを広げていくんじゃないかなと思うんですよ。だからね、松下幸之助さんの言葉っていうのは、 確かに、うん、成功したのはうちが貧乏だったからかなうちが病弱だったからなっていうふうに思うってことはそういうカードで勝ちながら次のカードを引くことを繰り返してきた松下幸之介さんを見てあそういうものなんだじゃあ自分もやってみようかなっていうことでまあこうやってねポーカーとかゲームに例えてしまうと、まあ、人生っていうものはね そんな軽いもんじゃないって思われるかもしれませんけども何の何のポーカーやギャンブルの中にだってちゃんと人生はあるわけですからね人生の祝辞とも言えますよまさに私たちの人生ってのは手元にある持っているカードからまだ持っていないカードに手を伸ばすその繰り返しなんじゃないかなと思うんですよ幼い頃は知識や情報や人とのつながりがないから気付かなかったこともだんだんと進めていくうちに 学習ししししたたたたり、り、り、り体験したり失敗出出会っととかして気づくことが出てくる。じゃあ気づきってのが新しいカードを引く権利であったり実際に引かしてもらったりその中にワイルドカードたるジョーカーが入っていたり引いてみたらいきなり3枚ねもらえたみたいなね1枚引いたつもりが3枚引けちゃったみたいなこともあったりとかして人生はうん、なんかいろんな方向にね伸びていくんじゃないかなと思うんですよ。 だからね配られたカードそのままで一生勝負しないといけないっていことではないですただもう自分にはもうこれ以上のカードが配られないこれでもう自分の人生は確定したんだ決まってしまったんだと思えばそこで終わりですね必ずしも貧乏の家に生まれたからといって貧乏が固定したわけではないです特にこの情報を自由に扱えるようになった世の中ではもうねどんなスタートからでも大抵は逆転できますね 自分のその手元のしょぼい豚のカードで最終的にロイヤルストレートフラッシュを下すことができる。まあそういう時代になったんじゃないかなと思いますけどもね。それじゃあ、いっらっしゃい。